はい、今日は山下達郎さんの超有名なスパークルのカッティングについて、ちょっとタブーに触れる可能性が大きくあるんですけれども、まあ単純に言うと、多くの人が、間違ってないって思うんですよね。もしかしたらタブ譜とかスコアが出ていて、そう書いてあるのかもしれませんけれども、CD とか音源を聞くと違うんですよね。で、みんな画面のように弾いてるんですけども、左側の A メジャーセブンスは合ってるんですよ。でも右側の G シャープマイナス7プラス5ってやつなんですけども、これ音源で聞くとどう聞いても6弦ルートが鳴ってるんですよね。ちょっと聞いてもらえますかね。まあちょっとこれは検証用として YouTube の規約違反にならないように、山下達郎さん本人のカッティングの音をここでみんなで聞いていきたいと思います。何の加工もせずそのまま聞いてください。と、まあこんな感じなんですけど、この時点でどうですかね。ヘッドホンとかイヤホンで聞いてる人は明らかに6弦のルート音が聞こえるんじゃないかなって思うんですよね。まあ聞きやすくするためにもちょっとベースを上げて再生してみます。どうですかね、このドゥドゥドゥっていうところ。はい、これを踏まえた上でタブ譜の通りに弾くとどうなるのか、ちょっと物足りなく感じると思うんですけど、ちょっとやってみますね。どうですかね。ちょっと後半こちらのミュートが甘くてですね、他の音が鳴っちゃってたんで少し不協和音気味になっちゃったんですけれども、まあ言いたいとこはそこじゃなくって、ちょっとそのルート音を入れたやつを次に弾いてみたいと思いますので、ちょっとこれで確認してみてください。どうですかね。個人的には絶対にこの G シャープマイナス7プラス5っていう方のルート音鳴ってるって思うんですよね。まあ、最後に改めて山下達郎さん本人のオリジナルのカッティングの音を聞いて最後にしたいと思うんですけれども、まあ、これでね、気分を害した方とか、あるいは何かちょっとね営業妨害を感じたギター講師の方とかいらっしゃる可能性があるとは思うんですけれども、まあ個人的にですね、誰も触れないのもちょっと気持ち悪いなと思ったんで、言ってみました。それでは最後に山下達郎さんのカッティングと、一般的に言われているベースなしの方と、私が言っているベースありの方を聞き比べて終わりたいと思います。まずはオリジナルから。次に一般的に言われているやつですね。やっぱ物足りないし鳴ってますよね。じゃあ最後にベースありのやつを弾きます。というかごめんなさい、最後に補足なんですけれども、今この画面で見ている山下達郎さん本人の手のフォームなんですけれども、まあ、シェイクハンドで親指をグッと握り込んでますよね。で、G シャープマイナス7プラス5の方もこれルート音合ってるんですよね。ですからその場所で多分親指をグッと握りしめておそらく弾いてるんじゃないかなというふうに個人的には推察しています。まあいろんな意見もあると思いますし、実際にライブでそれをしてるかどうかもわからないんですけども、まあ CD の音源を再現するという意味ではやはりルート音を入れていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。またどこかの動画でお会いしましょう。